事故があったのは札幌豊平区月寒東四条十八丁目付近の市道の交差点です。午前8時20分ごろ、登校中とみられる9歳くらいの男子児童が右から来たワンボックスカーにはねられました。男子児童は搬送先の病院で死亡が確認されました。ガツンとぶしてから歩道の上に子供倒れて、他のお母さんなど見守ってたね。この事故で警察は運転手の64歳の男を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。現場は信号機と横断歩道があり、当時歩行者側の信号が青だったとみられています。